はい、どうもキャッチです。なんかの高市早苗大臣がいろいろとまあピンチみたいですね。まあこの間は知事選挙で高市大臣が推している候補が敗れてね、まあ次は天理教の関係とかでいろいろとまあ疑惑があるようですね。現在の荒井知事が3月20日の定例会見で天理市内の補助金に対して苦言を呈したようですね。これはまあ新しいねゴミ処理建設工事で、この新しいゴミ処理場をめぐって天理教とズブズブの契約が行われているんじゃないかってことですね。天理教が所有している土地を購入するんじゃなくて60年契約で借りようとする契約を、まあ、天理市がねしてるんじゃないかってことですね。もともとの土地の評価額は4億6000万で、利回りが天理市の試算では 3.5% に対して市が採択した天理教側の試算では 5% で計算されているから、60年間で14億円の診療が発生するってことですね。だからまあ3倍にもなるね高い金額だとしておかしいんじゃないかってことですね。まあ、天理市はね浪川市長で、この場所は高速のインターチェンジからもね近いし、大きな施設とすぐにね建てられる場所がここしかなかったからっていうのと、自治体からのゴミ収集車が集まるのにも便利だってことですね。まあ、購入したらゴミ処理場が固定するから地元住民も賃貸で進めてほしいって形の話だったってことですね。ただまあそれだったらね60年間の契約っていうのは賃料というよりも住民からしたらね購入と同じでしょうけどね。要望通り賃貸だけど60年って形で地元住民を騙したようにも思いますけどね。まあでもね荒井知事の発言が結果としては高市氏が支持をする候補にもね疑惑の声が出て、維新の候補に票が流れたようですね。そもそもこの天理市の浪川市長は知事選にね立候補していた平木氏の後援会の副会長をしてたみたいですね。だからまあ会長の高市大臣と副会長の浪川市長が両方ともね疑惑を抱えているという形で、市民が嫌気をさして維新の会に票を流したんだろうということですね。まあ、二階さんも高市議員の悪さとかはねいくらでも握ってるだろうから、二階さんを敵に回したのが間違いですね。諦めてね一本化していたら自民党の候補が当選してたんでしょうけども、後ろ盾の安倍さんがねいなくても自分に力があるという形で勘違いしたんでしょうね。悪さをしたければしっかりとね悪党をバックにつけなければいけないよってことですね。しかもこのねゴミ処理施設の安全祈願祭には高市氏も最前列で招待されたことも資料に残っているって形で、知らないとはね言わせないよってことですね。まあ選挙ではね確実に組織票がもらえる、宗教票がね今ではこの欠かせませんけども、天理市では天理教が多くの票を握っているからズブズブだったわけですね。この弱みを二階さんにばらされてしまったということで相手が悪かったですね。浪川市長も天理教の教団に所属をしていることも認めているようだしね、その天理教の教団に所属をしている人を今回の知事選の候補の副会長にしたわけですね。まあそれはね応援演説に行ったらまた新しいネタでねメディアが取り上げますからね。ちなみに今日は三浦瑠麗さんの夫に武田信也さんが大金を貸していた話題とか、園遊会の話題とか、アクシナ豪災のね地球環境大賞で環境破壊の話題とか、久石様とアクシナ豪災のね熊本旅行の話題とかを扱いながらやっていこうと思います。三浦瑠麗さんの夫の三浦清志氏が武田信也さんから1億1000万の借金をしていることが分かったようですね。エコホールディングスで取締りをしていましたけども、エコホールディングスとして貸していたのかね、また別の会社として貸していたのかよく分かんないですけども、三浦氏はね武田氏からお金を借りたみたいですね。まあ、ちなみにねエコホールディングスといえば篠原さんも扱ってましたけども、上海電力の入札とかにもね大きく関わってますよね。上海電力が大阪でメガソーラーの事業を入札をしましたけども、これはね上海電力が入札したわけじゃなくて、日光エナジーと新和工業がね合同で入札したわけですね。ただまあそのね入札をした日光エナジーが抜けて、そこにね上海電力が入り込んでメガソーラーを、まあ、実質ね入札をした形になってるわけですね。そしてまあその日光エナジーを立ち上げた人が超整備でエコホールディングスにいた時に立ち上げたわけですね。しかもその時に武田信也さんがエコホールディングスで取締りをしてたわけですね。武田さんはこの人をね知らないって形で言ってますけども、この会社は虎ノ門ニュースのね番組を放送していた上の階に会社があるからね、放送が終わってから5秒で職場に行けるわけですね。だからまあそのままね職場に行っててもおかしくないわけですね。そしてまあ同じ取締役だから知らないっていうのはおかしいだろうってことですね。しかも三浦清志さんとは知り合いで仕事仲間だって形で自分で言ってるわけですね。さらに三浦瑠麗さんはね維新の会でも市長選に誰を出すかとか代表選考とかにも影響力を持ってる人だから、大阪でのね太陽光にも絡んでいて、この上海電力とかにも関わってる可能性がありますね。まあ、ちなみにね三浦清志は和歌山観光開発っていう会社もやってましたけども、それがね途中からこの中川新代表が変わっています。まあ、そしてねこの中川氏は松井一郎の資金管理団体の会計責任者をやってた人物みたいですね。
まあ、さらにねこの中川氏は父親が笹川良一の秘書だっていうことで、松井一郎の父もね笹川良一の運転手をやってましたよね。そしてまあ中川氏は建設会社の中川建設もやっていて、その東京の事務所がね武田信也さんの事務所と同一の事務所みたいですね。まあ、それでね武田信也さんと三浦清さんが太陽光を一緒にねやってるってことですね。もうズブズブの関係ですよね。まあ、それでね武田さんが三浦さんに1億1000万円を貸してたってことですね。まあ、ちなみにね和歌山観光開発も中川建設も同じ住所ってことですね。さらに三浦清がやってる合同会社の発電所とかもこの中川建設とね同じ住所ってことですね。だからね武田信也さんが自分のチャンネルで清さんと一緒に仕事をすることが多いですって形で言ってるってことは、それはね事務所が同じだから顔を合わせるよねってことですね。そしてまあ太陽光の事業でおそらくねつながってるんじゃないかってことですね。この1億1000万っていうのはアクセスジャーナルっていうねメディアの取材した情報によるとってことで、 YouTube とかでも動画アップしてました。まあ、ちなみに、ね、三浦清さんが逮捕された時のニュースで4億2000万円を横領した中で2億7000万円をね三浦容疑者が管理をする別の太陽光事業の会社の資金繰りに当てたわけですね。さらにまあ1億1000万円を個人的な借り入れの返済に当てたって形で報道されていました。だからまあこれがね武田信也さんから借りた返済に当てたってことですね。まあ、ちなみに相手の会社は三浦瑠麗がバックにいたから信用して預けたんじゃないかって形で言われてましたけども、それも違っていてね三浦清氏はドイツの太陽光事業会社のねセーフレってところで成功した事例があったようですね。まあ、ここのねドイツの会社っていうのは三浦清さん以外はねしっかりした会社だったから信用したようです。ただまあセーフレのね日本の会社は管理されたようです。まあ、ここの会社名もねセーフレっていう意味でもね思いちゃうけども、まあ、実はね三浦清氏は愛人がいたようですね。まあ、三浦清さんはね麻布十番にマンションを持っていて、そこにね自分の女を住ませたみたいですね。だからまあおそらくね三浦瑠麗さんもそのことを分かっていて、三浦氏の金だけが目当てで仮面夫婦じゃないかってことですね。三浦清は前からね怪しいからってことでお金を貸してる人がね探偵を雇って後を追ったら愛人を住ませているマンションとかが見つかったようです。まあ、裁判とかもね始まって、今後ねニュースとかでも武田信也さんと三浦さんの話題とかも出てくるかもわからないですね。まあ、ちなみにね5月11日に開催される園遊会ですけども、今年はね招待客とかも1000人ほどに絞るようですね。例年は2000人ほどでしたけども、今年はね1000人って形で4年半ぶりの開催って形でね、まあ、今年はね招待した人がたくさんいるわけですけども、まあ、誰を呼ぶかがね注目ですね。まずこの政治家とかはね招待されますからね。岸田首相や官僚に最高裁判長の長官とか各地方自治体の首長って形で、他にもね大企業とか財界の代表者に経済界のリーダーとかも呼ばれてね、まあ、そこだけでもだいぶね埋まっちゃうんで、スポーツの有名選手の枠がどれぐらいあるかでしょうね。オリンピックもあったしね、 WBC もサッカーのワールドカップもありましたけども、いろいろね選定が難しいでしょうね。まあ、それでね芸術家とか俳優とかね歌手とか著名人とかもありますけども、芸術家とかはね眞子さんとか佳子さまの今後のことを考えて、マークシマキがねパイプを作ろうとか出してしてるかもわからないですね。まあ、それで他にもね大学とか研究機関の教授とか研究者にね科学技術分野のリーダーとかも呼んだりとかできるようだから、ここにね久石様ぐらいの人とかもいるかもわからないですね。マークシマキ夫妻はねイギリスの戴冠式に行ったらその話ばかりしそうですけどね。園遊会では雅楽とかも演奏されたりとかするようですけども、今年はね愛子さまも初めてね出席されるでしょうね。園遊会は皇室の外交上の役割とかもになっているから、外国の要人とか大使館関係者とかも招待されるからね、愛子さまの英語とかも披露されるかもわからないですね。園遊会の日は参加者もね特別な衣装を着用していて、女性皇族は例年ねカラフルな振袖を着用されたりとかしますけども、今年もね牧島家がスパイしてかぶせてこなければいいですけどね。まあ、それとね今年はこの上皇ご夫妻も出席するんですかね。美智子さまは出たいでしょうけども、一般参加と違ってねちょっとまあ歩く距離とかもあるだろうし、上皇さまはきつそうですけどね。まあ、ちなみに、ね、今年はこのアルコール類とかは提供しないようですね。もう秋山様とかもねアルコール中毒の症状がだいぶねやばくて、手が触れないようにしてるのか、いつもね袖とかをつまんだりとかしてますよね。ただまあそれにしてもね戴冠式にかぶせてくるようにこの時期にね合わせてきて、しかもね皇族方とか招待客もマスク着用を求めるって形でね、まあそこまでするんだったらね中止にして天皇皇后両陛下にね戴冠式へ行ってもらいたいですけどね。まあ、ちなみにねマスクが個人判断になってから、牧島ご夫妻はね障害者の技能大会の選手団と懇談してましたけども、あれはね室内だけでもノーマスクでしたよね。それなのに園遊会はね広々としたところでマスク着用って形で、宮内庁の判断基準とかも教えてほしいですね。まあ、ちなみにね秋篠ご夫妻が今度はね地球環境大賞の授賞式に臨席されてましたね。まあ、それでまあ式に続いてレセプションが行われて、秋篠ご夫妻がね受賞者らに言葉をかけられたって形で、まあ、大賞にはね東急の高橋社長が輝いたようですね。まあ、それで秋篠ご夫妻もね骨作りでマスクを外して一緒にね飲んでたようですね。
まあ、ちなみに、ね、総務大臣賞に選ばれた KDDI 総合研究所の中村元所長は水中ドローンを使って海藻が集まるモバを観察をする、ね、取り組みについて説明されて、まあ、もうどの種類ですかって形で質問されたみたいですね。なんかいろいろとね、トンボとかも不発で、イネも不発で、焼き旗もバレてね、必死なんかもわからないですね。まあ、今度はね、藻に興味を持ち出したんかもわからないですね。藻だけにね、もうええわと、ツッコミどころ満載ですけども、このショー自体がそもそもね、富士山系グループが主催してるんですよね。だからまあ営利目的ってことで、非営利団体でもないのにね、地球環境対象って形で、なんかややこしいですね。しかもここの選考の権限とかを大きく握っていそうな地球環境大賞検証制度委員会委員長は三井不動産の岩佐取締役でした。まあ、あのね、地球環境を破壊しまくりで東京都民から大反対されている都市開発に一番ね関わってる人ですね。神宮外苑で3メートル以下のね樹木とかも合わせたら1万本以上の樹木を伐採しようとしている張本人ですね。三井不動産の取締役でもあって明治神宮総代でもあるわけですね。この人がノーと言えば地球環境は破壊されずにね済むわけですけども、地球環境を破壊するなって形で言われている張本人が委員長しているわけですね。まあ、ちなみにモバに関しては水上ドローンは観測するね取り組みで賞を受賞で、実際にモバの再生とかで神奈川県葉山町の海で取り組んでいるようですけども、これをね鹿島建設がやっていて、天野社長はアクション様に対してはねモバの種類とかもよくご存じで、葉山に馴染みがあるとともに海藻にもね興味があると思ったと話しているようですね。まあ、なんかね意味ありげな言葉ですね。まあ、なんでね馴染みがあるのかなと思って調べてみると、葉山にはね皇室の静養先がありますね。まあ、上皇ご夫妻がね葉山の御用邸でも引っ越しの準備とかで住まれてましたね。まあ、秋山様もね、まあ、ごますりとかでねいていたのかもわからないですけども、まあ、コロナ式典ねわざわざ出ないでもらいたいですね。まあ、せめて、ね、非営利団体だけの式典とか、まあ、そういった風にね宮内庁とかも仕事を分けてほしいですね。岸田首相も国民からの声が届いてないですかね。戴冠式に関してもそうだけども、批判だらけで聞く力があるのかと思ったら、聞くだけでね、聞く力があるんじゃなくて、検討する力しかないからね、検討しって形で呼ばれてるわけですね。皇位継承問題とかも、とりあえずね、党大会とかで言ってみて、反応が悪かったんで、検討するだけだったんでしょうね。だからまあ、神宮外苑の都市開発に関しては、高層ビルができたら、昭島邸とかも覗き放題だし、そこをね、中国が買い占めるわけだから、いろいろとね、問題じゃないですかね。岸田市長もね、まあ、この間まあ狙われたばかりで防衛費を上げる割にはそういったスパイに対するねお金とかはどうでもいいんですかね。まあ儲けることが先決だから、スパイもね儲けさせてくれるんだったらって形でそっちが優先なんかもわからないですね。まあ、いろいろとね問題が多すぎますね。世論調査も自民党が余裕って感じの報道を出してね、選挙に行くだけ無駄って感じで思わせて投票率を下げて宗教票の威力を高めようとしていますからね。まあ、ちなみに、ね、篠原丈一郎さんが悠仁さまと秋篠ご夫妻のね熊本旅行について扱ってましたね。まあ、やっぱりねどう考えても熊本へは行ってないんじゃないかっていうか、まあ、少なくともねあの限界集落には行ってないんじゃないかってことですね。やっぱりまあ東京大学の推薦へ向けて何かしらのね賞を受賞させるんじゃないかっていうことで、それがね焼き旗ですね。そしてまあ今回の焼き旗に関わっている疑いがあるのが3人でね、すでに亡くなっている佐々木孔明さんと池谷和信さんと寺島優さんがキーマンってことですね。佐々木孔明さんは正田洋一さんとつながっているってことで、まあ、美智子様のね父親のいとこってことですね。正田洋一さんも専門分野は鶏とかの課金で、アクション様のね博士号ともつながるってことで、総合研究大学院大学で博士号を取得をしてるけども、弟子である佐々木さんとかがね手伝ったってことですね。佐々木さんは中国の雲南省でも課金の研究をしてるけども、これもねアクション様とね行った時のものじゃないかってことですね。まあ、それでね自宅が京都みたいですね。しかも秋子様がいる立命館大学とかが出身で、まあ、そこでね教授とかもしてたみたいですね。ただまあ今は亡くなってますね。そして池谷和信氏も正田洋一さんとねつながっていて、佐々木さんの部下的な関係かもわからないですね。生き物文化史学会の会長とかもやってますけども、国立民族学博物館で教授とかね研究助手とかもしてますけども、ここのね名誉教授が佐々木氏だったわけですね。まあ、そしてね2人ともこのアイヌ文化とかに関することにもね関わっていて、ウポポイともねつながるから、いろいろとね政府とかもつながってるかもわからないですね。まあ、さらにね研究とかでも寺島優氏とつながるようですね。まあ、この人はね活動家で、五木村川辺ダムに反対する活動家でね、ダムを作らないことが決まると五木村に移住したわけですね。まあ、ちなみにこの時にね皇族でも五木村ダムに反対しているって形の噂が流れたようですけども、まあ、これがね秋篠様だったんじゃないかってことですね。まあ、ちなみにねこの寺島さんは Facebook とかでもねいろいろとまあ自分の意見とかを書いていて、天皇制に関してもね反対しているようですね。ただまあ眞子さんの結婚とか秋篠家に対してはね応援しているって形でなんか矛盾している人ですね。そしてまあこの人の Facebook で4月1日から3日まで五木村と椎葉村を訪れていることが書かれているみたいですね。そしてまあ写真とかもねたくさんアップされています。
しかもその時にね、タイのメールファルアン大学の関係者を連れて焼き畑研究として訪れていてね、そのタイの大学というのがマクシャ様がね、シリントン王女と共同プロジェクトをやっている大学だということですね。まあ、いろいろとね、つながっているようですね。ただまあこの記述に関してはタイ側の大学にはね、しっかりと記載されてますけども、なぜかね、宮内庁はそのことをホームページで記載してなくてね、その成果が名誉博士号なのに明らかにおかしいということですね。まあ、4月1日からね、3日まで訪れていて、4日から6日まではね、秋篠宮妻と悠仁様が行ったことになっているから明らかにおかしいですよね。まあ、時期的にね、怪しくない写真を撮影するために行ってね、写真を提供したんですかね。まあ、ちなみにこの人はね、3月31日に焼き畑のミンっていう本を出版していて、まあ、時期的にもね、いろいろとおかしいであるところですね。ヤフーニュースにもなるしね、売れると思ったんですかね。この本にもね、記事で紹介された90代の女性が登場するみたいですね。もう明らかにね、東京大学へ向けて焼き畑が関わってるのかなって感じですね。筑波大附属高校の人とかもこのニュースはね、知ってるだろうから、悠仁様に焼き畑に関する質問をしてほしいですね。まあ、それだけはね、絶対にタブーなんでしょうね。で、まあ、もしかするとね、ブータンの旅行とかもこれと関係してたんですかね。あの時もね、どの辺が似てますかって形で質問されて、草とか木とかって形で言ってましたよね。まあ、それでね、焼き畑は草とか木とかを燃やしますよね。あの頃から候補として考えてたんですかね。まあ、いくつかね、候補があって、トンボは厳しくて焼き畑にするかっていうことで選んでるのかもわからないですね。大学の先生はね、おそらくそれで関わって科研費を出してもらえるって形でね、ウィミンの関係ができてるんじゃないかって形でね、いろいろともやばいですね。まあ、そうしたらね、アクシャンさんと政治家とかもつながってるってことで、アイヌとかはね、菅前首相が関わってましたけども、いろいろとね、政府とアクシャン様もズブズブなんですかね。まあ、ちなみにね、悠仁様とアクシャン王妻がね、行ったとされる場所とかも写真がアップされてるようです。まあ、これはね、限界集落とかあまりね、人が行かない場所を主にね、まとめたツイッターアカウントとかで、ひどい国道をまとめてますけども、五木村もね、紹介していて、目の前にはね、道がなくて押していたって形で、まあ、車をね、降りてから撮影した写真がアップされていました。明らかにね、こんな道は通れないわけですね。篠原さんも行ったことがあるけども、せいぜいね、道の駅までしか行けないだろうってことですね。椎葉村だったらね、行けるけども、90代の女性の限界集落は絶対にね、無理だってことですね。篠原さんが行った時には2泊3日で五木村へね、行くことはできなかったようですね。まあ、本当にね、厳しい山道だっていうことで、まあ、車とかでね、行けない場所があるぐらいだから、歩きでね、行くかオフロードバイクとかが必要でしょうね。まあ、ちなみにね、寺島優さんの Facebook の投稿には4月1日にね、その桜草に収穫をしていて、そこにはね、行き足も映っていたみたいですね。まあ、写真をね、撮る係とレポートをする人って感じでセットになってるのかもわからないですね。もうさすがにね、今の時代にごまかそうとしても無理がありすぎますよね。小笠原の時はね、小学校5年生の頃の旅行を中学校2年生の時に作文で書いたからね、バレるまで時間がかかりましたけども、今回はね、阿蘇熊本空港のリニューアルオープンの時に行ったことにしてるとかね、いろいろともありえませんよね。この時代にね、写真がゼロはありえませんからね。筑波大附属高校の生徒に全員バレてるような状況でね、まあ、全員からね、こいつは嘘つきだっていうことが分かってるけども、それを追求したらね、ダメっていうことも分かってる状況で、生徒とかもね、どんな気分なんでしょうね。まあ、最近はね、筑風勢の裏垢のツイートとかもつぶやかれなくなったしね、まあ、最初はこの叩きすぎだよって形で思ってたかもわかんないけども、今はね、その理由が分かったのかもわかんないですね。やっぱりね、悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね、見れないような情報とかも扱っているので、まあ、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらね、コメントをお願いします。まあ、そして良ければね、チャンネル登録とベルマークをクリックをして、まあ、通知の設定の方もしておいてくださいね。